それでは予報センターから台風20号に関する情報をお伝えします。台風20号ですけれども、8月23日の木曜日、午後9時21時頃、徳島県南部に上陸しました。この後ですけれども、台風20号の方はさらに北の方に進んでいきます。24日金曜日の朝にかけて、こちら四国から瀬戸内を抜け、中国地方から近畿地方にかけるエリアを北上していくと、そういった状況とどうもなりそうです。こちらの方ですが、やはりこう台風の中心、あとそれから少し離れたところが特に強い風が吹いていたり、また雨が強い状況が続きますので、今後も十分に警戒をしていただきたいと思います。以上、予報センターの方から台風20号上陸の情報についてお伝えしました。